前回の動画でオリマーの方やっていこうかなって言ったんですけど、やっぱり原生をやってる理由はバッチが取れるのは取らなあかんバッチがあるのはこっちやったみたいですね。で、バッチを見返したんです、久しぶりに。後で見てみましょうか、ちょっと。その前にこの話をしますと、だからあと15面やっていかないといけないんですよ。ピクミン4までに。でもこれはリハビリも兼ねて、前回の Wii U を超えるってことですけど、10年経ってますね。2023年になってるんですよ。2013年から YouTube 始めまして、10年経って超えれるんやっていうことですね。この前の動画も言ったかもしれないですけど、超えれるんすね。まあ超えても別に中途半端なんです。でも自分を超えていこうっていうことでしょ？普通。だから、うん。世界記録にはまだもう追いつかないけど、自分の記録多分7070点やったかな。まあ、リンクも貼っときますけども、Wii U を超えていきましょうってことですね。あとは何やったっけ？そっか。原生生物こそ、麦生でってことです。だから世界記録は麦生じゃないかもしれませんね。じゃあ、麦生やったら困るんですけれどもね。リプレイ見ていきましょうか。このね、まあ、ほとんど取らなく、倒すだけでいいんですね。持ち帰ってたり増やしたりしてましたけど、ほとんど取らなくていいってことに気づいて、爆弾すらも、右上にある、右か、東にある、それも取らんでいいっていうことに気づきます。先に、毛玉雲。あれも、ニンテンドラボで再現してるんで、その動画もリンク貼っとけるかどうかわかんないですけど、しときますけども。あ、今のところちょっと手間取ってますね。うんで、今のもちょっとね、動いとかなかんね、赤が。ちょっと待って、戻れるのかな、これ。あれ、ここ戻れてない。こっちか、こっちか。お前、ちょっと待って、何の話？ラボで、
あの毛玉雲作ってますんで、それリンク貼っとけるかどうかわかんないですけど、毛玉雲を先に倒すと爆弾が出てくるってことに気づいてから爆弾を取らなくていいってことが分かったのと、あと何だっけ、ここで赤がもっと動いとかなかったね、ここ止まってるよこれ赤で、しかも赤がね、ここたまたま1個爆弾持ってるんですよ、拾ってるんです。4つ出てくる爆弾3個やったっけ、もあの3個だけ黄色側が持ってったんで、ブリトニー側が、だからそれは良かったんやけど、その赤の上にいる敵、これ赤の上じゃない、あのアレフの上にいる敵が、埋めてくる人、あれが低い位置にいないと爆弾が当たらない、赤がつかないってことでちょっと手間取ってますよね。ここはちゃんと分担できたやな。ここもまあ爆弾2個持ってたから保険もある中で、だからやっぱり、まあまあここでもそうね、今縮められても3秒ですね、この動きやと、うん、ここで倒せてるかどうかですね、この埋めてくる人。はい、長い解説、こんな長い解説してないです、解説でもいらんけど別に。はい、じゃあありがとうございました。